よろしいでしょうか。それでは、えー、新年最初の細野豪司幹事長の会見を始めたいと思います、えー。それでは最初に幹事長の方から一言ございます。よろしくお願いします。はい、新年明けましておめでとうございます。え今日一回目の役員会をやりました。あのこの役員会の日程と合わせて私もあの幹事長としての会談を定例化をしたいというふうに思っておりますので、あのぜひあの毎週ご参加をいただけますようにお願い申し上げます。 えー、今日は役員会の中でも、川和田代表の方から話がございましたけれども、今年を民主党再生の年にしなければならないというふうに考えております、もちろん、その先頭に立つのは代表ということでありますけれども、党の組織を預かる幹事長としてです、ね、しっかりと代表をサポートし、そして全国を回る中で、党の立て直していくという、極めて重要な役割を果たしていかなければならないというふうに思っております。 昨年、あの厳しい評価を国民皆さんからいただきましたので、その厳しい評価をです、ね、もう一度、国民皆さんから再検討していただくような、まあ、民主党の活動をしていくという意味でも、まあ、非常に重要な年になるというふうに考えておりますので、全力でその役割を果たしていきたいというふうに思っております。今日役員会のの中で茅田代表の方から、えー、参議院選挙に向けて 野党間での協力をしっかりしていくようにというそういうご指示がございました参議院選挙に向けての協力ということになりますと当然ですね通常国会におけるさまざまな政策的な対応であるとか論戦であるとかそういったことが前提となります政策的な合意が一切ない中で選挙協力というのは単なる野合に過ぎませんのでそういった意味では野党間協力というのは国会での対応と そして参議院選挙対策というこれがまあ両輪になっていかなければならないというふうに思っております。まあしたがいまして月末にはですね通常国会がスタートいたしますのでその前には野党の間で幹事長間での会談ができるように呼びかけてまいりたいというふうに思っております。またあの民主党の方では並行いたしまして二つの作業を急ぎます。一つはですね党の綱領の改定作業ということです。 私が委員長を務めて検討をこれから進めていきますが昨年の段階でもうかなりこれまで積み上げた作業というのがございますのでそれをベースにですねできるだけ早くたたき台を作りたいというふうに思っていますそしてそのたたき台をベースといたしましてさまざまな党の地方組織であるとかまた地方議員も含めた議員の皆さんであるとかそういった皆さんで議論を頂い,いて今年の党大会でですね それをあの正式な形でお示しをしたいというふうに思っております。もう一つがですね、民主党の再生本部党再生本部ですね。これを州内にも立ち上げる形にあの持って行きたいというふうに思っております。まこちらにつきましても選挙総括をし民主党を立て直していく意味で極めて重要な会議になりますので。 党としては最優先課題と位置づけて取り組んでまいりたいと思っておりますこの2つの作業を並行して進める中で、えー、党大会ですねこれを遅くとも3月の頭 <laughs> できればあのできるだけ早い段階で開催をしたいというふうに思っております。 もう1点申し上げますと、先ほど申し上げましたとおり、地方をこれからしっかりとですね、党組織として立て直していくということが極めて重要になります、年末も皆さんの前でもお話をいたしましたが、私も全国をあのとにかく回りたいというふうに思っています、その皮切りといたしまして、今週の土曜日には徳島県、そしてその徳島からそのまま高知県の方に参りまして、 えー、落選をされた議員の皆さんであるとか、参議院の、えー、候補者であるとか、そういった皆さんといろんな活動をです、ね、共にしてまいりたいというふうに思っております。また、えー、月曜日にはです、ね、あの福島に参ります。で私は去年の三一一以降、あの福島担当という思いで、えー、閣僚として、七、えー、月からはです、ね、六月からは仕事をしてまいりました。その思いから申し上げて。 あの国会はです、ね、与野党間、さまざまな論争が当然、厳しく行われなければならないというふうに思っておりますが、一方で、福島の問題であるとか、復興に関してはです、ね、しっかりとこれまでの政策をです、ね、今の政府の皆さんにもできるりあり生かしていただきたいし、私ども、協力を惜しまないという姿勢でまいりたいというふうに思っております。そうういった意味でででもも福島ののこれまでの活動をを度確認をし これからもで,す、ね、できるだけそれを継続、拡大をしていただくという意味も含めてです、ね、早速、福島に参って、活動をしてまいりたいというふうに思っております。党といたしましては、益子副代表に原発復興担当特命という形で入っていただいておりますので、益子副代表に先頭に立っていただいて、私もそれをです、ね、しっかりと支える形で、共にやってまいりたいというふうに思っております。 出張の認定がですね、正式に決まりましたら、それぞれの認定について皆さんにですね、お知らせをしてまいりたいというふうに思います。私から以上です。それでは質問、一問一答形式で受け付けたいと思います。えー、と社名とお名前を名乗って質問をお願いします。それでは挙手をお願いしたいなと思います。じゃ最初、はい、テレ朝さん。 テレビ朝日の平本ですすよろししくお願いいたま参院選に向けての、えーまあ、幹事長のからも話がありましたその野党との協力について伺いますあの先ほどなんですけれどもあの日本維新の会の松井幹事長が、まあ、報道陣の,の囲み取材ぶら下がりに応じましてその中で、まあ、民主党との協力について問われてですね 輿石、まあ、さんがその教育改革、その日本維新の会の教育改革を良しとするならいまあそれは絶対に無理だろうというふうにおっしゃいまして、まあ、民主党との,その協力には,は否定的な考えを示されたわけですけれども、これについてまずどのようにお考えかということとです、ね、まあ、こういうふうにまあ先輩は言っているわけですけれども、それでも日本維新の会に対してもその協力というものを要請していくお考えなんでしょうか。あのまあ、それぞれぞ政党をを、ね、形成をしていますので 政策的な部分で完全に一致をするということは、まあ、これはあのないというふうに思うんですねやはりそれぞれの政党が、えー、それぞれの考え方に基づいて政策を作り実現を目指していくというのが、まあ、政党そのものの役割ですから、あのー、違いいいがあるのははこ、まあ、これは自然なととだろうううふうに思いますその中でどういう一致点を生み出すことができるのかここはあのこれからですね あの国会でのさまざまな活動などを通じて、双方でいろんな協議をしていく必要があるというふうに思いますね。ですから、ああ報道ですので確認をしていませんが、あの維新の皆さんの方からそういう話があるんだとすれば、まさにそれはこれからのさまざまな協議の中で方向性が出てくるものではないかというふうに思います。一方で現実問題としししてて参議院選挙はです、ね、極めて厳いい戦いになりますし あの最大のおそらく勝敗ラインのですね皆さん、注目点は、事公で,ですね過半数を確保できるのするのか、もしくはそれを阻止することができるのか、ここになってくると思いますね、私どももまあ正式の目標はこれから相談をしていかなければならないというふうに思ってますが、一つのですね大きな勝敗の一つの考え方というのは、その自公で過半数というところにあると。 ということは思ってますでそのことを考えた時に全国的に候補者を出すことを検討している維新とですねそしてあの我々民主党とが全くあの選挙において協力できないということになればですねこれはおのずとあの特に自民党にするということになるのは明らかですからでそれは私はあの国民の皆さんに対する責任という意味でもですね議会をきちっと機能させるという意味でも 私どもが政策的にこだわってきた、例えばさまざまな改革であるとか、さらには社会保障をはじめとしたです、ね、社会的な包摂の部分の政策であるとか、そういったことを実現をする上でも、認めるわけにはいきませんので、そうではない結果を得ることができるように、協力体制をできるだけ目指していくというのはです、ね、政党としての責任でもあるというふうに思っています。他にじゃあそちら NHK の,の小口と申しししまますすよろしくお願いいた同じくその参議院選挙に向けたあの野党間の共闘の話なんですけれども、今日のその役員会では、先ほどお話しあったその月末の幹事長会談の前段階としてです、ね、その政策のすり合わせをどのような具体的な場で行っていくかというところまでは話がいったんでしょうか、例えばその政調会長同士でお話をするとかです、ね、なんか役員会でもしそういうことが決まっていれば、教えていただければと思います。あの私が 官僚、えー、会談と申し上げたのは、あの月末というよりはです、ねあの、国会が始まる前にということですから、それをできるだけ早い段階でという、そんな時期で今、考えてます。 あの政策的なすり合わせという意味では政調会長間でのさまざまな協議もこれから重要になってくるというふうに思いますただその前にやはりあの幹事長レベルでしっかりと協議ができるですねえそういう状況を作ることが前提ではないかというふうに思ってましてまあそういう議論が今日の役員会でも出ておりましたしたがいまして最初にあのやらなければならないのは私自身がですねあの野党で一番まあ大きな政党として各党にですね 官庁会談を呼びかけていくと、このことではないかというふうに思っています。はい、他にございますか。じゃこっち手前の方。と日本テレビのキッコーと申します。あの野党とのその協力の中の話で、あの生活とのあの連携についてどう考えていらっしゃるかとの伺いたいんですが、党内にはあの一方で反対的な意見をです、ね、お持ちの方も中にはいらっしゃるようなんですけれども、現段階ではどういうふうにお感じ考えていらっしゃいますでしょうか。はい。 あのまずあの生活との関係につきましてはあの特にあの衆議院選挙の前にですねえ社保税の,あの法案をめぐって態度が分かれたというまあ当時の経緯も含めてですねえ簡単ではないというふうに思いますですからあの実際のえ党としてのまあ今の時点での選挙に対する姿勢も含めて考えればえまあこれから各党とのさまざまなですね えー、協議が行われますので、あまりあの余談を持って言わない方がいいかもしれませんが、まあ、今の時点での私の感覚で申し上げるならば、えー、まずはやはり維新との協力をどのようにできるかというところになろうかというふうに思いほか、はい、に、じゃあ、後ろの南さん、朝日新聞さん。 新聞のの南と申します。その維新との協力関係の中でお伺いしたいんですが、今日はあは維新の松井幹事長は、1人区には基本的に全部立てていくという方針をし、まあ、そういう意向を示されているんですが、一方で、1人区には民主党はあの改選を控える現職議員を多数抱えているという現状の中で、民主党としてはこの現職議員の差し替えを含めて譲る余地というのはあるのかどうか、その辺についてもお考えをお聞かせいただけますか。あのそれはもうさっきお答えしたので、先ほどのお答えにつきます。 はい、あの維新との関係については政策的なさまざまな協議が進む中で一人区についてさまざまな協力が、うんえー、望ましいということですね一人区だけではなくて他も,ももちろん協力できればさまざまな余地を探っていきたいと思いますが、まあ、その先のことについて、まあ、ご関心があるのはよく分かりますけれども個別のことについて今、えー、こうだああだという段階ではです、ね、全くありませんので。 今の時点での考え方ということで先ほどお答えした通りです。はい、他にそしたらえっとフリーの宮崎さん。フリーランスで宮崎信之と申します。え今の話に関連してなんですけれども出張日程で徳島県、高知県、福島県と挙げられました。これは全部民主党の現職が改正を迎えるところです。特に福島県に関してはこれは四増四減の関係で民主党の減速。 現職と自民党の現職同士が一人区で激突するおそらくこの夏の参戦最大の激戦区になるのではないかと思いますえしかも自民党の現職は今回大臣になってますでそういったところでまああの副代表の話なんかもなさったのではないかと思いますで国会対応と組織の戦いで時間がかかる参議院選挙車の両輪というふうにおっしゃいましたがこれは考えようによっては時間切れでなんとか現職を時間切れで野党環境 がまあ、ある程度、時間切れで参院選になるべく現職民主党の現職に戦ってほしいとそういうお考えもあるのではないかとちょっとうがった見方ではありますがそういった形で民主党の現職をどのようにこう守っていきたいのかお答えいただけますでしょうか比例,もう比例の方は結構あの、公認候補すでに立っていますのでなかなか比例に回ってもらうという余地も少ないかと思いますいかがでしょうかまあちょっとうがった見方すぎるでしょう。あのそこはですね まず、格闘間でどういう協議ができるかというところからですから、個別にそれぞれについてどうするかということについて、今、判断を迫られているという状況ではないというふうに思ってます、福島については、金子議員がいますので、現職ということで、できれば彼女とも福島で一緒に何らかの活動ができればと。 いうふうふに月曜日も思ってますが、私が福島に行くのはです、ね、これはどちらかというと、あのやはり原発の事故というです、ね、極めて厳しい状況に福島がありますから、そうした皆さんに対して、われわれ民主党はとにかく全力で後押しをする確保があるのだということをお示しをするために行くというほかに、じゃ日系、黒沼さん。 日経新聞の黒沼です,お願いします、えー、と参院選の選挙区調整のことについてなんですけれども、あの実際の,その選挙準備の期間を逆算して考えると、そうそう時間ないと思いますけれども、その共闘調整に向けたそのタイムリミットとして、一つの目処目標がもしあれば教えてくださいまあ競議がまだ始まってない中で、勝手にこっちからリミットをつけると、区切るというのも、まあ、これもあの実際に協議を呼びかける側としては失礼な話ですのでね。 あのそれはあのできるだけそれあの早い方が好ましいというふうに思っていますが今の時点でですねリミットを作るつもりはありません。他にございますか。じゃあ,あの七尾さん。ニコニコ七尾です。本日もよろしくお願いします。はいよろしくお願いします。あの参院選に関連してなんですがあの昨日ですねあの総務大臣が選挙活動の インターネット解禁について、はいえっと、まず、各党間で議論していただくことになっていると発言されました、まあ、一方で,です、ね、安倍総理は参院選を目指すということもおっしゃっているわけなんですが、民主党としてはどう考えるのか、参院選での実現を目指すのか、教えてください、はい、これはですね、参議院選挙前に合意ができるのが好ましいと思います。あの我々ももかつててて何度も議論をしてきて インターネットで選挙活動ができるようにするということについてはです、ね、もうすでに党内で合意ができてます、ぜひやりたいということです。あの我々が政権を持っていたときもです、ね、鳩山政権の最後の時期にです、ね、合意を目指して、本当に寸前までいったという経緯があるんですね。ですから、そういった過去の経緯からいっても、ぜひ合意を目指してやっていきたいし。 あのできればもう参議院選挙前に実現をして参議院選挙でもまあそれが活用できるようにすることが望ましいというふうにほか、はい、に、じゃ <coughs> TBS の木田です、よろししくお願いします野党との連携にあたって、例えば今日松井幹事長が言ったように教育改革というふうにおっしゃったんですが、その政策的に民主党としてあの衆議院選で掲げたマニフェストもあると思うんですが、その連携にあたって、 まあ、譲れないといいますか、その一つ何かその政策的な条件というのはあるんでしょうか、あの年始の会見で、楓代表がです、ね、勝利を残して大道につくという言葉をですを、ね、語られましたが、私もそこは全く同じ思いです、まあ、つまりです、ね、ここに違いがあるねというところから協力をしたらです、ね、政党ですから、当然違うんですよね、えー、それでは協力関係ってはなかなか成り立たないんですよね、むしろ大事なのは、どこが、えー、同じなのかと。 ま、大同がどこにあるのかということについて、合意を目指していくということではないかというふうに思います。で、これはまあこれからの公共協議ですけれども、ま1、あ、つの大きな柱になり得るのは、やはりあの改革を前に進めていくというまあ、ここでどこまで合意ができるかですね。で、私はあの政権3年間を振り返って、あのややそこは反省が必要ではないかというふうに思いますのは、現実に政権運営の中でですね。政策を進めていかなければなりませんので、その中で。 えー、本来、えー、もっと加速をしていかなければならなかったような、例えば行政改革であるとか、政治改革であるとか、えー、そういったものについて、えー、ややです、ねえー、踏み込み不足だったところが、えー、あるのではないかというふうに反省していますあの、できたところももちろんあります、過去の自民党政権とは比較にならないぐらい行政改革ができたというふうに私ども、自負しておりますが、えー、なお踏み込めた部分があったのではないかというふうに思うんです。 ですからその部分での国民皆さんから見た時にやや踏み込み不足という評価がですねさっきの総選挙で例えば維新であるとかみんなの党であるとかそういった政党に流れた部分もあるというふうに思うんですね。ですからそうした政党とは立場という意味でも近いものがあるしむしろ切磋琢磨するという意味でいい意味での競争がし合えればですね相当お互いにですね切磋琢磨というのは あ,のある種競争はするわけですけど同じ方向を向いているということになるわけですから協力関係を築けるのではないかというふうに思ってます、はい、他に、えー、2回目の人ばっかりですか。 フジテレビの西垣ですす本年もよろししくお願いいたしまちょっと話変わりまして、対与党に対してのですが、えー、国会が始まりますと、今度、補正予算ということで、今、与党の方、政府与党では、まあ、水でま4、5兆円、規模で2桁を超える、中央型のです、ね、補正予算で、内容については耐震であるとかです、ね、まあ、公共事業的なものが取り込まれているようなものを検討しているようですが、これは野党としてです、ね、国会開始までにと、もしくは国会開始してからになりますけれども、どういった態度で臨むお考えでしょうか。はい あの私どもは国会の対応においてはです、ね、従来の,あの単なるの野党の対立、あのー、ややもすればです、ねえー、野党は足を引っ張るというです、ね、そういうところを乗り越える国会対応はしていきたいと思ってます、その代表的な例は、やはりあの震災対応、あの被災地復興ということであの、協力できるところがあれば、これまで我々蓄積がありますから、最大限協力していきたいと、そんな思いを持ってます。また 定数の削減であるとか、さらには社会保障と税の問題について、与野党間でしっかりと協議をしていくということについても、われわれはもうあの、こちらが政府の時にですね政府を持っていた時に、提案をしたテーマでもありますので、積極的に応じていきたいというふうに思っています。その中での補正予算なんですが、えーまあ、復興であるとか、あとはわれわれも政権を持っているときにですね、 学校の耐震化などはかなり加速化させましたかなりできてきているというふうに思いますが残っている部分について例えばやるということであればそこはぜひですね後押しをしていきたいというふうに思いますねただ一方であの少なくとも今報道ベースで私どもの耳に入ってきているところで言うならば予算の規模ばかりが先行していてしかも公共事業を中心だというこの考え方 これが事実だとするならばそこは我々とですねやはり考え方が相当開きがあるなということも感じていますですから中身は相当精査する必要があると思いますねで加えて私どもが非常に厳しい予算措置の中で44兆円というです、ね、一つの枠を決めてその中で対応してきたそれも前提としないというような話が聞こえてきておりますので 財政の部分でどうなのか、ここもあのしっかりと見ていかなければならないというふうに思います。従いまして、われわれは単なる、えー、それこそあの野党として抵抗するという立場には立ちませんが、一方で、中身についてはしっかりと精査した上えで、えー、判断をしていかなければならない、えー、補正予算はそういうテーマではないかなというふうに思っています。はい、えと時間ももだだいいいぶ経ちましたたがもう一回手を挙げていただいてじゃあ 1> 1 2人、3人、4人、じゃあ安住さん先にした。フリーランスの安住です。あの生活との連携についてお伺いいたします。先ほど衆議院あの衆議院選の前にですね、社保税をめぐって分かれたので、えー、連携は簡単ではないというふうにあのお答えになりましたが、あのこの間のあの受班指名で参議院でですね、確かあの生活の党の方は。 あの海江田氏を主犯指名あの、名前を書いたと思います、これは一つのメッセージというふうにあの捉えられてますでしょうか、それともメッセージと捉えた上で、えで、ー、まあ、それについては無視されるということなんでしょうか。いや、それは無視はしません、あの主犯指名で参議院で、海江田代表を書いていただいたということについてはです、ね、これはもう非常にありがたいことですので、あのもちろんそれは感謝、もうすでにご挨拶のときに申し上げましたし、 その思いはあの私も持っております。一方であのさまざまな連携ということになってくると、先ほど申し上げたような今思いでおるということですね。はい。あとそのじゃさ、じゃ奈良さん先に。 ニニコニコなのですよろぜひお伺いしたいんですが、あの福島に関してです、ね、あの冒頭、これまでやってきたことをできる限り活かしていただきたい、あのよくわかります。ということだったんですが、あの一方で,です、ね、あの女性に関して、あの汚染土などの不法投棄が指摘されている問題については、あのどう思われているんでしょうか、はい、あの環境省が今、調査しているようなんですが。はい、あのことについてはです、ね、私自身も責任を感じております。と言いますのは あのもちろん個別にです、ね、事業者が不適切な、えー、扱いをしたとか個別の問題はあると思うんですが、えー、根本的な問題はあの中間貯蔵施設が確保できていなくてその結果として仮置き場がないそうなってくると私も何度か除染作業をしてまいりましたけれどもあの実際あの大変多くの廃棄物が出ますのでそれを置いておく場所に困るわけですよねですから、まあ、袋の、まあ、問題とかも含めて まあ置いろがないのであれば、まあ、入らないものについてはというようなことを、まあ、考える人がいない、出てきてもおかしくないような状況があったと、でそれを、えーまああの、そういう状況にしてしまっている根本的な原因はです、ね、中間貯蔵施設と仮置き場がなかなか確保できないというところにあるというふうに思っています。ですからもう一度、環境省にはしっかりとです、ね、チェックをしていただいて。 事業者が不適切な取り扱いをしないように確認をしてもらうことはです、ね、これはしっかりやってもらわなきゃならないと思いますと同時に、やはり中間貯蔵施設、仮置き場の設置について、国が責任を持ってしっかりと対応していくということが重要だと思います、で私も特に中間貯蔵施設については、地域の首長さん、県知事を含めて、いろんな水面下も含めてですね、 相当の,あの協議を進めてきたという責任がありますので、そこは私自身が何らかです、ね、あの影の部分でもです、ね、協力できる部分があるのであれば、あらゆる協力はしもないという、そんな思いでおりますじゃあ、と2人で、じゃ宮崎さん、で,最後に南さんでフリーランスで宮崎です、えー、補正予算の野党第一党への情報提供のあり方についてお伺いいたします。まあ、これはかなり一般論 なんですけれども、えー、報道によりますと、来週の火曜日に閣議決定をして、それから2週間後の通常国会召集にないしその翌日に予算案を提出するのではないかと言われています、この2週間の間にまあ印刷にかかるわけですけれども、あの今後、例えば野党第一党に対して、政府で例えば、自民党の財務省政務三役が民主党の方に来て、全議員が参加できるような政長全体会のようなものを開いて、 補正予算について事前に説明をしてもらうと、そういったルール作りというのもあり得るのではないかと思います、その辺に関して、まあ、かなり一般論ですけれども、どういった形が望ましいと思われますでしょうかうーん、まあ、どういう形がいいのかというのは、今の政府サイドもいろいろお考えになっているところがあるでしょうしあの、私どもの党で言うならば、桜井政調会長のところで、い、ま、ろ、あ、んなことを検討していただいているようですから、そこに任せたいと思います。 野党は与野党の関係をどう考えるか、ですねあの私どもも野党も経験をし、与党も経験をし、今はもう一度野党をやっているという状況ですから、あの双方の立場を経験をして、ですね情報共有のあり方というのは、できるだけ野党にもなされることが、建設的な議論を進める上でえで、まあ、望ましいというふうに思っています。 あの私自身も近々、ですね直接財務当局から補正予算の検討状況について確認しようというふうに思っているんですが、その中で、やはり双方を模索するべきところはしっかり模索していかないと、ですね形が変わらないと思うんですよね。ですから、今お話になったような形も含めて、どういったことが望ましいのか、そこはあの双方がしっかりと踏み込んで考えていくことが重要ではないかというふうに思います。はい、じゃあ最後,じゃあ最後 朝の南と申します、はい、あの維新の会との連携についてもう1点お伺いしたいんですが先ほど細野幹事長はあの改革を前に進めていくというところであの大きい合意を作っていけないかというお考えを示されたと思うんですが、はい、あの一方であの維新の会やみんなの党の間ではあの民主党のまあ支援団体の中にあの観光労系があるということに対する、まあ、そこに対する拒否感があるわけですがその辺について今後どのように理解を求めていくいお考えでしょうか。 あの大事なのは政策ですから、どういう政策を実現をしていくのかというところで議論を深めていけばいいのではないかというふうに思います、はい、それではもう時間もだいぶ超過しておりますので、はい、えとこれで今日の会見を終了したいと思います。はい、どううもごご協力ありがとうございました